Space Monkeys TV。 ペペペペペペペ、ドラえもん、ヒットスローラー、なんだこれ。あ、もしもちろん言ったところ、クロスショーゲーム行きましょうか。了解です。だいぶね、ジャックさんとさっきあっちで釣りしてたんですけど、はい、あの残り少ないデッドスローラー、もう 2,3 トン投げていきなり上の木にぶつけてデッドイモーラーになっちゃう。もうない。前回の時が11月、オロチャンネルさんとのコラボと、あとバッツセンスさんとのスピットアウトの撮影で、ドライブクローラー9インチで釣ったのが11月か。そうです。だからね、その時ね、実はあのね、ドライブクローラー投げてなかった。はいはい、投げてなかったよね。1人足投げたんですよ。自分が1人足投げてただけですね。よっしゃ、クロス足されたんです。待って、ちょっとやべ、食ったし、話早っ、びっくり、マジで食った。うわっしゃ、待て、あ、やばい、このまま上げちゃう。うわなんていうランディングだこれ。斬新すぎる。でかいの釣りたい、だけどさ、こんなちっちゃいのでやってんだ、なんだろうな、釣れれば正義かな。ダセとか言うなよ。ユミ食べられちゃうよ。ちょっとね、表層ちっちゃいの多いから下の方へ沈めてみたいと思います。下にね、でかいのついてたら多分あれでも食うから。これからの時期はね、ちっちゃいのちっちゃいの一匹でも釣ればいいんですよ。大きさじゃない、大きさじゃない魚だよ。おお、そこにいた。難しいな。楽しいね。そう、よっしゃ、一匹。まあね、サイズはね、気にしない。これが俺の魚。ありがとうございます。イエーイ。まだちょっとなんかスイッチ入りきらないね。うん、よーい、バーンがない。まだちょっと、なんていうのかな、入ってもこうってちょっと、うん、その時やめようよ。めっちゃ乗せた。うわー、えぐー。反応したよ。こっちも取れてる。えぐかったでしょ今のは。やっば。ちなみに俺さっきのキャストミスだからね。ガサッといったもんね。もう一回行くよ。まだあるそうです
うわもう一回行くで、もう一回行くで、もう一回行くよ。うわぁやばかった。なんだ今の。やばかったでしょ。やばいっしょ。今のすげぇ。心臓悪いでしょ。今のすげぇ。心臓悪いでしょ。そういうことだよ。いくよ。これラストするね。どちらにしろ。いくよ。あ、左の方行け。左の方行ったね、今ね。左の方行ったね、今ね。ベイトが一回、あ、でもバスベイト入ってきたね。ほらほらほら、これバスのちっちゃいやつですよ。この集団、捨てる。よっしゃ、来た。よっしゃ、来た。うわ、すげえ集団いる。めっちゃいる、めっちゃいる。ありがとう、ネットありがとう、ネットありがとう。これだよ、これだよ。抜かないスタイル。釣れた。出たね。いいか。っていうか、すっごいな、今、ほら。まだいますもん。まだいるっしょ。今、5匹ぐらい追ってきたっしょ、ドワーっつって。出ました。うわただ、さっき、猛烈バイトあったじゃん、うん、早巻きから。うん、やっぱ、大小様々だったりしますもん。うん、今ね、こう、ね、その後も見たっしょ、3匹ぐらいついてきたやつ。今回でもあれ早巻きというか浮かしといて、まあ、1回トゥイッチ入れて仕掛けようとしたらもう食ってきてくれた。パコーンってあっちで。よっしゃー、すげー、言いましたね。綺麗ヒレピン、ヒレピンっす。今日2匹釣ってますジョイクロで。ちょっと鳥肌立ってる正直。帰りの車気をつけないとレベル。やばいな俺、やばいな本当に。なんかマージャンいきなり天砲出したレベルまして怖い本当に。ここまで来るとあざっす。オッケー、勝るし。やばい。ちょっと肌寒いね。寒いね。淡路島公園、兵庫県立淡路ハイウェイオアシスでーす。初めて来る。初めて。さあ、我々はですね、今、調校全部終えました。予定時間を3時間オーバーしております。これ見てください、これ植物園になってません、なんか。すごい。これすごいですね、これ。ガラスハウス。これはで、やりすぎじゃないかっていうぐらいのガラス張りで、なんか木立ってますけどね。すごいですね、淡路島。で、こっちが海ですよ、ジャックさん。うわ、すげえ。あー、見えますね、この。いいですね、これ。瀬戸内海ってやつですか？本当に？知らねえけど。多分三十に近いと思います。でもさ、思ったんですよ。うん、これ見てください、あの箱、掘りかぶってるじゃないですか。うん、俺らが取らなくて誰が取るって話ですよ。淡路島まで来て。帰るよ。帰るよ。帰る？終わりする？厳しいな。俺1200円使った。俺多分1600円。自分1000いくら使います。次やる人多分取れます。皆様、淡路島のこのサービスエリアに来たらこれやってみてください。お願いします。今日でも最後ですよ。そうだよ、最後の最後で UFO キャッチャーでみんな1500ぐらい使うっていうね。いや、これも旅行の還元ですよ。淡路島へのね、ありがとうございますということで、さあ帰りましょうか。ゆっくり帰ろうね。もう多分渋滞すごいからね。うん、予定時刻を軽く6時間オーバーします。